さあ、どなたか皆さん分かって顔覚えとかだ誰ちょっと写真が小さいけど誰伊藤先生ねで、うん、伊藤先生も来ていただいて現地で指導をお願いしてで、よいしょでこそね、ここにいたかなあ、ここだ、ここだね、うん、で一緒になって、まあこのような形で現地で指導をお願いしてで、さあ、このドラダドロこの方、どなた？え、光ってるかな？え、光ってる？ちょっと、ごめんなさいちょっとわからんなちょっとわからんなうんねそう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 写真若すぎたちょっとわからんな吉野先生もさっきねあの現地にお願いしてデザインの指導というふうなことで活動しているで、これがね、実はね、ヤンゴン、美術大学と、あとヤンゴンの美術学校の学生たち、にもやっぱ先生から指導をお願いしてで、デザインの、について指導をお願いして、言ってみれば考え方こういうやつですよね。ものを作るときにやはりどうやってデザインのイメージを作るか。これによって結果的には、現地で、いいものを作る、まあ、当然ね若い人たちに対しての食料訓練もやってますでこういうものでもう一つ大きい活動